アリプロジェクトは、宝屋アリカと、片倉・ミキヤによる日本の音楽ユニット。通称は、アリプロなど。作曲を、片倉・ミキヤ、作詞を宝屋アリカが手掛ける明確な分業制で、あるが、宝屋が、数フレーズだけ鼻歌で作曲に参加することもある。なお曲から先に手掛け、をそれに合わせて制作する、というケースが多い。アリプロジェクトの楽曲は、 シンセサイザーや打ち込みで構成されたリズム、旋律が中心の楽曲と弦楽器によるストリングス中心の楽曲に対別され作風の傾向によって白あり黒ありなどの呼び分けがなされることも多い近年のアニメに提供される楽曲には主に後者が見られオリジナルアルバムにおいては両者の傾向が混在する近年はコードチェンジが非常に多く 発聴主事のインパクトを大きく狙うものがメインの作風といえ、この傾向はことにタイアップシングル曲に顕著である。先方的にも、ゾウ度など、日本的な感性からは、距離が見られ、脅迫を強調する、鋭角的なリズム語法、三連符の多様、半音進行の多様等も、特色の一つと言っても良い。楽曲の一部フレーズは、ケテル・ビー、モーツァルト、ショパン、 シューベルト、マーラー、アルベニス、サティといったクラシック楽曲などから引用することがある。アニメ作品に楽曲を提供した場合は、オリジナルアルバムには収録せず、ベストアルバムの形式で発売している。また、近年は、過去の発表曲を、ストリングスアレンジしたアルバムをほぼ年1枚の、コンスタントなペースで発表している。ジャンルについては公式 HP にて、ダークなロック。 感能ゴシック、怪しいロリータ、極上バラード、きらびやかで、キュートなポップスから、大和ロック、現代音楽などと形容されており、時期にもよるがその触れ幅は広く、多彩なアプローチをとっている。タカラやアリカが高校生当時から、ロリータファッションの愛好家であったことから、デビュー当時は、ゴシックロリータをモチーフにした、優しく爽やかな世界観の楽曲が大部分を占めて、 いたが、コッペリアの棺置きにだんだんと、ダークな雰囲気の楽曲が増加。現在では、前者のタイプの楽曲はあまり見られなくなった。余談だが、音楽性の変化に伴って、宝屋のファッションに対するアプローチも、ゴシックロリータから、抗議のゴシック全体、和物、エキゾティシズム、サイバー、デカダンスなどの異常を取り込んだものへと変化している。宝屋ありかによれば、 一番高い声を出したのは21作目のシングルことだまのカップリング曲、コヒブミであるという。アメリカ文学研究者で SF 評論家の辰巳、高行によるプログレッシブロックの哲学という本にてアルバム幻想庭園が紹介されており、アリプロジェクトの公式サイト上で、宝屋アリカ自身は、アリプロジェクトがプログレッシブロックであることが証明されたと語っている。 宝屋の歌詞は、文語、漢語を主体とした、高質な響きを多用しており、大敗、幻想、神話世界、世紀末、近未来、レトルフューチャー、エロティシズム、ヒロイズム、シノワズリなどの主題を好む傾向が強い。その壮然とした言い回しそのものや宝屋の技巧調、声楽調のボーカルと相まって異彩を放っている。または、自身が述べるように、 三島由紀夫、中井秀夫、渋沢達彦、寺山修司、皆川博子、赤江幕、倉橋由美子、服部真由まゆみ、久世光彦などの幻想、大敗文学、映画などにも継倒しており、それらへのオマージュとしての試作も少なくない。ただし初期は方向性の一つがガールズポップスだったからか、ある種少女漫画的な衣装や表現を用いることもあった。 オリジナルアルバムストリングスアルバムミニアルバムベストアルバムインストルメンタルアルバムライブアルバムありがとうございます